私先に行って健一さんに知らせてきます。お父さんが今日来られることまだ伝えてないんです。一人息子の健一と付き合いが途絶えて10年以上は経っていました。お父さん、何回も電話してたんですけど寮に出られてたんですね。健一さんの検査結果が出ました。肝臓がんですって。健一さんが写ってるんです。健一さんの現地調査が特別番組になったんです。彼の働きぶりを見てあげてください。どうぞ見てあげてください。お願いします。中国へ行こう。私は突然決めました。決めたものの、人と付き合うのが苦手の私にはどういうことになるのか想像もつかないことでした。しかし行かなければならない。病院のベッドに縛り付けられた息子に何かをしてやらなければならない。你看他和朋友那个戏叫做千里走单骑，国华，他一千里都要走这个单骑，将来是什么？将来就是个官老爷，将义气。我义气这个事情是比天都要大，做一个人你要讲义气。私は李佳敏が羨ましかった。彼は周りを気にせず大泣きし、大勢の人の前で言いたいことが言える。彼は幸せです。私も李佳敏のような勇気さえあれば健一との間はあんなふうにならなかったかもしれません。